んだか騒がしいわね。私がいなかったら我は溺れ死んでいた。あれ、あんたは、お主は三つ戸屋の巫女じゃないか。確か隠れいレイムとか言ったな。私のこと知ってるんだ。我の名は物の目の人だ。覚えておるだろう。悪いけど、退治した妖怪の名前なんていちいち覚えてないわ。な、我は司会戦だぞ。妖怪なんかと一緒にするな。そうなんだ。この反応、我をバカにしているだろう。我は司会戦とはいえ千人ぞ、敬うがよい。最近仙人を自称するやつがやたらと増えた気がするわね。まるで仙人のバーゲンセールだわ。なんだそのバーゲンというのは。バーゲンよバーゲン、大安売りってこと。なんと仙人が安売りされているとは、恐るべし幻想郷。いくら仙人はすごいと言っても、数が多いと安っぽく見えるわよね。くぬぬぬぬぬ。で、あんたはこんなところで何してたの？ここは我の秘密の修行場でな。一流の仙人になるために人知れず鍛錬を積んでいたのだ。で、人知れず死にかけていた。新しい風水の技を試していたら、うっかり足元に大きな沼を作ってしまってな。で、うっかり沈みかけたと。まったく、バカはこんなところで遊んでないで、さっさと家に帰りなさいよ。我だって帰れるものなら帰りたいわ。何よ、帰れない理由でもあるわけ？その道場を追い出されてしまってな、帰ることができないのだ。そうなんだ。おお、我の話を聞いてくれるか？え？誰もそんなこと言ってな。我は司会戦だ。数いる仙人の中で最も位が低い。故に妖精になると別称されることもある。だから我は一流の仙人になるべく修行をすることにしたのだ。おっと、お主が考えているような普通の修行ではないぞ。食事中は不慣れな左手を使用し、椅子には 0.3 寸ほど尻を浮かせて座る。入浴中にも気を抜かず、湯水の抵抗を利用し筋力を鍛えておる。まあ一見すると地味な修行だが、このような厳しい訓練を絶えず行うことで一流の仙人へと近づくことができるのだ。本当に地味ね。子供の頃にやった修行ごっこを思い出すわ。ところが、あれは風呂場で修行をしていた時のことだった。その日は気分が乗っていてな。なんと新技のアイデアがひらめいたのだ。
我は新たな力の目覚めを信じ、大声で叫びながら力を込めた。するとどういうわけか大規模な竜巻が発生してな、道場の風呂場を跡形もなく破壊しよったのだ。破壊しよったのだじゃないでしょう。冷めた湯を再び加熱し適温にできそうな気がしたのだがな、力が強すぎて竜巻になってしまうとは完全に予想外だったわ。全裸のまま外に吹き飛ばされて風邪をひくかと思ったぞ。引かなかったのね。その後風呂場の件で皆と揉めてな、いたたまれなくなって家出してきたのだ。追い出されたって言ってなかったっけ。あれはそのなんだ、言葉のあやだ。追い出されたわけじゃないならおとなしく帰ればいいじゃないの。我にもプライドがある。一流の仙人になるまで道場には帰れん。しかしどうしたら一流の仙人になれるのか見当もつかなくてな。お主は顔が広そうだし、仙人の知り合いがおったら我に紹介してくれのか。嫌よ、面倒だし。お主ならそう答えると思っていたぞ。無論ただでとは言わん。ほう。お主も知っての通り我には風水の心得がある。応用次第では人の運気を操ることも可能だ。その気になれば健康運、恋愛運、金運などあらゆる運気を向上させることができる。金運。我の望みを聞いてもらえるならこの力をお主に貸してやろう。どうだ白霊の巫女よ、悪い話ではないと思うが。ま、私は紹介するだけだしね。別にいっか。おお、助かるぞ。紹介するのはいいけどさ、お願いだから面倒だけは起こさないでよね。いらぬ火の粉を浴びるなんて絶対に嫌。うむ、任せておくがよい。さ、縁は急ぎだ。グズグズしてはならんぞ。なんだかろくなことにならない気がするわ。